はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。安でございます。白血病闘病生活の気晴らしいね、自宅から動画を配信していきます。この動画でね、僕みたいに白血病がんになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってまいりますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信をきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の決意が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いします。はい、そしてね、よりたくさんの方々に献血骨髄バンクを知ってもらうために、皆様にもやっていただきたいものすごく簡単なことがあります。それはグッドボタンとチャンネル登録を押してもらうことです。それをするだけで、あとは YouTube を運営している Google にある AI がよりたくさんの方々にこの安数のチャンネルを勝手に表示してくれます。ものすごく簡単な方法なので、ぜひよろしくお願いします。はい、よいしょ気合が入ったのかわかんないですけども、はい、ね、今日はね、貧血についてです。改めて貧血とは何なんでしょうかね。難しく言いますと、貧血とは赤血球あるいはヘモグロビンの量的減少であり、その結果組織への酸素運搬能力が低下した状態を指しますね。そんな酸素運搬機能の能力がね、低下する原因としましてですね、はっきりしていることが4つあるらしいんです。4つね。まず1つ目、出血。これはね、もう出血なんで出るってことですね。血が出るってことですよ。月経過多、消化器官出血などが考えられます。長期入院中であれば、過剰な採血でも貧血は起こります。そうですね。僕も長期入院してましたので、でも、世の中にはもっと長期入院している、長いこと入院されている患者さんなんても山ほどいてるから、僕の1年間なんて長期と言えるかどうかわかんないんですけども、そんな僕でも入院中は週に3回、月水金、朝6時に看護師さんがベッドの横に現れるんですね。で、現れてですね、僕の血を奪っていくんですよ。週に3回。月に12回。もう吸血鬼ですよ。でもそういえば僕だけじゃないですよね。僕と同じ病棟で入院されている患者さんらも僕と同じように吸血されてるわけですよね。そう考えたら貧血の原因にもなりますよね。そして二つ目、溶血。溶血というのはね、血が壊れるという意味らしいです。免疫学的溶血では、自己免疫性溶血性貧血。機械的溶血では、血栓性血小板減少、紫斑病などを考えます。何らかの病気で血液の細胞が壊れるということですね。3つ目、造血不全。これはね、血が作れないということですね。作られない。この中でね、実は5つに分かれるんですけども、まずその3つ、3の中の1つ目。鉄、ビタミンなど、造血に必要な材料の不足。2つ目、中毒。3つ目、エリスロポエチン甲状腺ホルモンなど、造血にかかる内分泌異常。次、4つ目、肝細胞機能異常。5つ目、骨髄転移性腫瘍など考えられます。これもね、どれも病気ですね。そして4つ目、この4つ目は4項目の、貧血の4項目の4つ目ですね。希釈、薄まるということです。心不全、妊娠による循環血液量の増大は軽度の貧血の原因になります。以上4つ挙げました。1出血、2溶血、3造血不全、4希釈がね、その主な貧血の原因だとどっかの病院の偉い先生が書いた本に載ってました。3つ目の造血不全が5つに分かれてたので、原因はもう8つですよね、8つ。しかし僕が驚いたのはですね、最後の4つ目の原因とされている希釈で出てきました妊娠ですよ。我々男どもにはね、生物学的に一生軽減することのできない妊娠、
世の中の女性がね、この世のものとは思えないくらいの壮絶な経験をすると言われているあの妊娠というものがですね、貧血のカテゴリーに当てはめられてしまったらですよ、貧血の度合いは軽度って、いや信じられへんですね。もう信じられないですほんまに。まあ、うちはねうちは子供が2人いてますんで、奥さんは最低でも2回は妊娠を経験してるわけですよ、うちの奥さんは。その状況をね、仕事場から家に帰ってきてから一緒に過ごして、朝起きて行ってきますという時間までの間の状況を見てみると、軽度なんてね、ありえないですよね。ほんまに。だってソファーでしんどそうな顔して寝転がったんですよ。苦しんでたんですもん。多分。僕は妊娠の経験をしてないから、共感することはできませんが、貧血は共感できますね。実は貧血の症状はね、あったんで、あれは辛かったです。貧血とはめっちゃ簡単に言いますとですね、フラフラになって立てなくなる状態ですね。簡単に言いすぎましたけども、分かりやすく言えばそういうもんです。以上、今日はね、貧血のお話でした。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思ってもらいましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてね、この動画、このチャンネルがよりたくさんの方に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気でーす。